売られてるんですが、この低温の方の太さと高温の方の太さを比べると倍ぐらいあるんですね。だからオクターブを吹くからといって同じ長さではないということなんですね。ピアノで言ったら鍵盤が上に行くほど細くなって下のほど太くなっているような感じの感覚なんですね。だからこう1オクターブパッと飛ばすとどこに 着地するかというのが上の方と下の方で違うので、計算間違いをすると変なところに降りるんですね。で